First of all, this has been happening in Japan, and whether we like it or not, those women are more and more common to see on the media, and some of them use it quite aggressively. For example, this woman. She has been attracting so many audience in Japan, pretty much just by showing the boobs while eating or cooking. Of course, some people don't like it, saying this is really inappropriate and embarrassing. But some people say she's really clever and smart, and that's why she got so famous in Japan quickly. Actually, we see more and more Japanese women like that, selling the boobs aggressively to get attention and stand out from the crowd. Seems like they have no hesitation to use it in that way. And she's one of those women.胸を強調してセクシーな感じでその競馬予想をやってる女性の方っていうのが一人もいらっしゃらなかったんですよ。でグラビアアイドルの方とかも YouTube に全然参入してなかったんで、ライバルがいないなと思って、この格好でやろう、なんか一番自分の武器ってなんだろうって思った時に、まあ、ギャルっぽい見た目とあとは体型かなみたいな、はい、それで売りにしていこうかなって思いました。そうですね、もう武器として捉えてます。元はその結構胸とかもういらないって思ってたんで、で元は私70キロあったんですよ。24、5キロ痩せて、で胸だけ残った、ここをそのまま残して下だけ痩せれば巨乳になれる。 A カップでも例えばホリエモンさんだったりとか、なんて言うんですかね、頭が良くてすごくなんかそういう武器を使うわけじゃないですか。こっちはその体っていう武器を使ってるだけなのでいいんじゃないかなって思いますけどね。さよならありがとう声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、決意お花向けに。いやすごいですね、うまいですね、プロみたいな感じで。私これで歩いてたら公然わいせつ罪みたいな感じになっちゃうんで、これでは歩かないから目立ちはしないですけど、こういう格好パーティーだったりとかもしその出るとかなったらみんな行ってきます。おっぱい大きいねみたいな、ぴったりした服を着てた時に自分では気にしてなかったんですけど、いやなんか最初から最後まで胸しか見てなかったですとか言われたりとかがあって、結構気づかないのかもしれないですね、見られてるのかもしれないです。実はああそう、目線はあんまり気づかない、あ全然気づかないです。私これすごく統計が出てるんですけど、地味な女の子にしか行かないんですよ痴漢って。わって言ってこないような子にしか行かないんですよ痴漢の人って。そうこれ統計出てて本当に、だからギャルだったりとかこういうお姉さん系は絶対来ないんですよ痴漢って。じゃあセクハラとかそういうのは少ないかもしれないですね。でもなんだろう、結構胸とかウェイとかって触られたりするんですけど、なんかそういうのもああやれよみたいな感じで、なんか結構強気に行くとあっちが引いたりするんで、ちょっと感覚がずれてるのかもしれないですね。皆さんから見たらセクハラなのかもしれないんですけど、ミクノさんで何回か抜きましたみたいな、なんかって言われることが結構あって、で私はなんかおかずにしてくださってるのが結構ありがたいなって思うので、ありがとうって言って、これからもね、うん、これからもどんどんおかずにしてって言って言うんですよ。役に立つっていうか、その人の脳内を支配できてるってわけじゃないですか、その時間は。だからまあそれとしてはその演者としてはすごく本望なのかなって思います。この格好でやっててエロい目で見るなよっていう方がおかしくないですか、逆に。小5で初めてブラジャー買いに行って、これも合えへんあれも合えへんってなったら F カップあって、栄養がそっちに全部ね行っちゃったのかなみたいな。グラビア出されてる写真見させていただいた。ありがとうございます。胸をデビューが高校生だったんですけど、その時から露出は変わらず、せっかく重たい思いしてねついてるんで、みんなにも楽しんでほしいなっていう気持ちですごい、あんまり恥ずかしいとかそういうのはない。太っちゃって恥ずかしいとかはあるんですけど、おっぱいに関しては誇らしいいいとこだと思ってるんで、もともとおっぱい好きなんで、セルフで楽しめるから楽しめる、おはようでおっぱい見れたらちょっと活力湧くっていうかあ今日も大きいいいねみたいな元気出るんで、ついててよかったなとは思います。とにかく楽しいんでついてる方が今後っていうか生涯現役でやりたいなって思っていて、80代になってもやりたいなとは思ってるんで、どうかね今これ見てくださってるファンのみんな長生きしてください
巨乳の人って自分に自信がなかったりからかわれたりとかして生まれ育ってきてるので、こういうの嫌だなって思ってきてるのを、まあ、マイナスをプラスに変えるって意味でそういうグラビアアイドルだったりとか AV 女優デビューしてる人が多いので、これは私売りだからっていうよりは、あ、やっと私が輝ける場所があったみたいな感じの人が多いですね。 Having said that, I'm sure it's not everything is great because this kind of incidentHappens in Japan as well. So let's also hear their difficulties. ああ、でも下着は困ります。F までしかないんですよ。やっぱりほとんどの可愛いその下着が。なんで結構その、割と下着は高いやつを使ってますね。もうセットで2万円とか。男の子とかはね、特に思春期っていうか、冷やかされたりはしなかったですね。女の子からおっぱい触らしてってよく言われてたんですけど、いざ触ったら、その成長期のおっぱいってめっちゃ硬いんですよ。から、なんか思ってたの違うみたいなごめん微妙な空気はよく流れてました。なんか触ろうとしてくる女性は本当何も聞かずに触ってくる人多いんですけど、それはちょっと嫌なんですけど、男性も触っていいみたいな感じで来る人が、でもそれはエロい意味じゃなくてなんか珍しいから触ってみたいなこと言い始めて、3キロぐらいあるんで、すごいですね。で首の軟骨もすり減っちゃっておっぱいで中身が結構意外と受け身だったりするん で重いんでもっとチャラッとしてると思われるんですよ。チャラチャラサバサバしてると思われるんですけど、めっちゃネチネチしてるし、相手のインスタとか監視しちゃうし、重い女なんですけど、なんかそれに見られないから結構その差で恋愛が長く続かなかったりとかあります。胸大きいのに頭いいですねみたいな、なんか胸大きいのに褒めてもらってるんですけど、その高学歴ですねみたいなことをバックハンドでコンプリメントって感じですよね。なんか嬉しくないです。日本だと胸大きいとバカみたいなあるじゃないですか。 F カップぐらいだったらスタイルがいいなのが、バックになってくるとデブって言われることもあるので、おっぱいがあまりにも漫画みたいに大きいとなんかキモいっていうことを平気で言う人もいるので、例えば電車で携帯見てても、あ、こっちからめっちゃ視線感じんなっていう時とかありますねめっちゃ見てんやろなって目あったらさってそらす。見ちゃう気持ちもね、わかるんで、目あったりしたらなんかいいねみたいな爽やかに対応してほしいなっていうか。目線を感じることってなんかわかるんですか？ああ、わかります。めちゃめちゃわかります。めちゃめちゃわかります。うわ、見られてるなっていうのと、逆に、見ない人は、あ、いい人だなっていうのは好感度わかります。あ、ちゃんとなんか私を人として扱ってくれてるんだなっていう。視線より友達同士で、見てみる、すげえ、みたいな。絶対、いや、でも顔がな、みたいな勝手に言ってるんですよ。いや、胸はいいけど、ちょっと顔がな、みたいな。デブじゃねえ、みたいな。飲み会とかで男性から、あれ、おっぱい結構好きだから、なんか、かほちゃんと仲良くしたくて、みたいなこと言われたら、なんかすごい嫌ですね、それは。そういうパーツで見られてるんだな、とか。別に、好みがあるのはいいと思うんですけど、背が高い人が好きとか、言わないのが礼儀かな、と思いますね。あんまりやっぱり普段胸目立つ格好してていいことってなくて、で、なんかそういう格好したらおしゃれせえへんのとか友達に言われるんですけど、ちょっとおしゃれしたら胸強調されちゃうんで、ちょっと街でね、トラブルとか起きた時に、警察の人とか来ても、そんな格好君もしてるからね、みたいな。大学生の子塾講師の時とか、主任に呼ばれて、ちょっと先生なんか胸がスタイルが目立っちゃうからみたいなこと言われて、暑いのになんか着なきゃいけないのかなとか、だからダボダボのシャツ着ればいいのかとか、エンタメ業界ならまだ商売としてやっていけるんですけど、多分普段は胸を強調しすぎないとか、その谷間が出すぎてないとか考えなきゃって感じですね。生活してるだけでなんか色気を出してるとか、なんかそういう色仕掛けしてるような感じも見えますし、こう何カップって言われて H だよって言って、なんかうわすごいみたいな感じでこういろいろ言われるじゃないですか。で、何カップとか言われる方も嫌な方いると思うんですけど、私は自分の胸とかその自分のその体型、生まれ持ったのに結構自信を持ってるので、なんか嫌な気持ちはしないですかね。なんかセクハラとか言う人もいるのかもしれない。私はそんなエロい感じでは見られてるのかもしれないんですけど、でもエロい目で見られるって女性としてはすごく嬉しいことじゃないですか。女としての魅力があるからエロい目で見てもらえるわけで、一応武器にはしてるけどそこまで自信はないんですよ本当は。だからやっぱ見た目は褒められたら嬉しいし、もっと頑張ろうって思えるから、エロい目でも見られなくなったらちょっと終わりかな。そう、自分の女としての魅力が足りないのかなって思っちゃったりとか、うん、そういうふうに捉えるんです
はい、なんか結構ポジティブかもしれないそこら辺。